近すぎますね。今次は2人入ったら、バースデーパーティー、お越しいただいて本当ありがとうございます。いつも今まで楽しんでいきましょう。
今夜はスペシャルゲストに久美剣。お願いします。いや、ホリッキー。ノテレッキーの方声になってない。いや、ちょっと今パワハラタイムやってる。ちょっとリッキーの方が声大きいってどういうことですか。あのキミカのファンは自動的にパワハラを受けるというシステム。あの初めての方はどうぞ引かないようにもうちょっと近寄ってもらってね、引かれてもらえると嬉しいです。はい、あの姉は だいぶねちょっとふわっとしてるんですけど、妹はチャキチャキですので、ね、もうチャキチャキですので、本当に気をつけて、やけどするから、ね、気をつけて。そうそう、キミカありがとう。一人しか聞こえない。キミカありがとう。いい声、いい声、喉締まりそう、いい声。キミカ、はい、はい、ありがとうございます。大丈夫です、ありがとうございます。ちぎれる、危ない危ない、いろんなものが顔からなんか吹き出しちゃうかもしれない。もうね、危ない危ない、あのもう皆さんちゃんと座ってね、もう本当に次は静かに聴いてもらう曲なんで、はい。今日はですね、あのいつも、毎週火曜日にリキミカ TV っていうのをインスタライブでやってるんですけれども、まあ今日せっかくなんでね、カズミンの企画だし、和やかな雰囲気でできると思ってね、今日リキさん10分前までライブしてました。ブレス持ってたんですよね。そう、下北ライブはしごよ。多分いないと思う、このこれまでのあれで、ね、いやもう変人ですよ、この、 あの土曜日に下北の街ダッシュしてる iPad 持ってるやつ。そう、 iPad 片手に持ってる。そうそうそう、上着も着てないやつ。そう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 、最高、もう怪しいから最高だから。ということでね、この2人で今日は残りちょっとですけれども、お届けしたいと思います。皆さん、最後にお届けください。カズミお誕生日おめでとう。カズミおめでとう。味噌汁になるらしい。いいじゃん、味噌汁になるらしい。エッチじゃん、エッチじゃん、エッチじゃん。もういい女になるんだってことでしょ。素晴らしい、ええ女。ええ女やね、ええ女。まあ、次の曲は、こんな全然盛り上がる曲じゃないんですけど、私がね、こうやって今最近はね、カラオケバトルに出させてもらったりとか、あのいろんなメディアにね、ちょっとずつ取り上げてもらえるようになったきっかけの楽曲をね、ぜひ聴いてもらいたいなと思います。それでは聴いてください。じゃあ、
この今の曲がね、ラスベガスでね、2年前にレディガガさんご本人と一緒に歌わせてもらった楽曲なんですけど、ありがとう。なんかね、そこに行く前にもね、結構音楽始めて10年ぐらい経つんですが、今年で11年目かなになるんですが、いろんな出会いがあってね、そのベガスに行く前に実はニューヨークに1ヶ月だけ行ってたんですよ。その時にね、リッキーとたまたま再会したんです。それでね、ニューヨークで再会したのをきっかけに、こうやって毎週会って一緒に音楽やったり作ったりしながら、今この場でね、歌わせてもらってます。次の曲はね、リッキーの曲歌うんだよね。いいですね。僕ヨーロッパ10カ国、路上して、路上してた時に、まあ、そのみんなから、海外の、ね、人たちからいただいたこうチップを元にこう泊まったりご飯食べたり、国を移動する電車に乗ったりする資金にしながら、10カ国回った先で、一番最後に行った国がニューヨーク、アメリカだったんですけど、でそこでキリカと偶然再会するということだったんです。で、その海外の路上で僕が一番歌ってた自分のオリジナル曲をやろうと思います。キミカと一緒にね。じゃあ聴いてください。君のままの君でいて。君が僕に見せる全てがどれ一つとっても素敵
ていて。暑い気がする、ね、そう、ここはね、暑いの、ここは暑いの、ここが暑いんだよ、ね、もう、パーカー着てバカになっちゃうそう、はい、2人でお揃いの着てるんですけど、これ、売ってます、今日今日売ってます、限定4つなんで、売り切れるまで帰りませんどうぞ、あ、今日ね、カズニーも限定グッズ出してるって言ってた、うん、なんか、はいはいはい、すごい中途半端な数を出してる中途半端な数が残ったらかわいそうだから、みんな絶対買ってあげてください、もうお誕生日プレゼントと思って、カズミへの、いいね、絶対買ってくださいね、パワハラがもう専門なんだしカズミそういうことできないから、妹が代わりにパワハラしてるちなみに今やった僕の曲も今日ちょっとだけ持ってきてます。あ、ちなみに釣り機のとりあえず10枚は売らないとね10枚売らないと買えますよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。なんかさ、さっきゆきちゃんがさ、伊藤ゆきちゃんがね、300人の箱かな、うんうん、でライブして埋まらないと、うん、次のライブやばいんですみたいに言ってたんだけど、私も300人集まんないとやばいよね、やばいよ ね、やばいよ。 4月3日になんかクラブエイジア、渋谷クラブエイジアでなんかワンマンがあるらしいんだけど、まだあるらしいんだけど、多分リキさんも出るらしいんだけど、ちょっとまだもうちょっとチケットが残っちゃってるので、皆さんぜひ買って帰ってください。すごいよね、マンモス校の人学年よ、人学年そうよね、どう例えようかなって言われて大変だったけど、いや、まあ、でも正解もう正解、ね、そうね、自分でもね初めての試みで、なんとかね今までのこう公演は全公演ソールドアウトとやらせてもらったんですが、もうちょっと300人わからないので、皆さんぜひネットでこう検索して E プラスからも買えるようになったんで、ぜひ行こう行こう行こう、みんな行こう、もう隣の人誘ってきてください、はい、ということで、ぜひね、ワンマンではもっともっといろんな曲をカバーもだし、オリジナルももっといっぱいあるんで、ぜひ聴いてもらいたいなと。そして今日はこの後カズミンが待ってるので、みんなで本当にたくさん温めて、最後終わりたいなと思います。最後の曲は、自分が音楽を続けていくにあたってたくさんの人に助けてもらったなと、今までここに来るまで騙されたり辛いこともたくさんあったけど、でも結局自分のやってきたことはちゃんと残っているし、こうやって素敵な仲間ができたり、自分を支えてくれるスタッフの皆さん、そしてファンの皆さん、一緒に歩んでこられたから、ここが今立ててます。そんな思いで作りました。最後の曲ばかり、これなら人
ありがとう。ありがとう。